大阪で昔一緒に、まあ彼がギター教室に習いに来たんですけど、もう40年前の話ですけど、今はもう一人で活動してまして、自分のギター音楽の世界をね、確立してますね。とりあえず紹介します。岸部正明。ミュージシャンに見えん体型ですよK1 の選手だその筋肉ではないんでいやいやその上のあの T シャツとか黒色好きやな、もう知らんそうですね、黒が好きですねな、黒いなだから余計そういう風に見えんねん格闘技ので、見た感じじゃん音楽はガラリ違いますね一面取ってください。いやいや、まだ手があるから。最近、この年になると、以前はね、1週間とか10日ぐらい連続のツアーがあっても平気だったんです。今、その1週間とかやりますと、まず倒れますね。で、やっぱりね、集中力がいいんですよね。で、その集中するっていうのは、当然体力を使うわけで、それがもう2時間もたんですね。で、ちょっとぐらい前で一人でやってたんですか、1時間ぐらい経ったぐらいに、なんか目がグラグラグラってこっちだけありますね。危ないです。だから、
以後多分ソロで次回はないと思います。Thank you.
の僕は今日5日目なんです。あ、その前薬指からの名古屋の中日マーチみたいなのかな、はい、5日目ってことはちょっとへばってるちょっとへばってます、まあ、あの体型見たらわかるよ、ちょっとあれやな、痩せた方がええな。あの重々承知しております。そうそう、あの機材とね、ギター数で会うとね、足腰いくんですよ、まずね。足腰いうのはやっぱり肥満が影響するんで。けど見てたら、あのまあ一緒にこう泊まりながらの通夜やないんで、僕はまあ東京やからあの家帰りますし、彼はホテルですけど、で以前どっか地方回ってると、なんかバッグにね、ふぐろがしいっぱい入ったんですよ。すっげえねやろ。あの、僕お酒飲まないもんで、ね、いやいや、それいいじゃないチップとかいろいろあるやん、あとカッパエビセとかやろ、ま、満月ボンとかね、ボンチ上げ